レイゲンド・アウレア、1290年頃。フィレンツェ、ラウレンツェアナ図書館所蔵。黄金伝説は、ヤコブスデン・オラギネによるキリスト教の聖人伝習。1267年頃に完成した。タイトルは、著者自身によるものではなく、彼と同時代の読者たちによって付けられたものである。中世ヨーロッパにおいて聖書に次いで、広く読まれ、文化、芸術に、 大きな影響を与えた。日本においても、芥川龍之介が、同書書集の聖女マリナの物語をもとに、法教人の詩を書いている。レイゲンドアウレア、1499年。イエス、マリア、天使、ミカエルのほか100名以上にも上る聖人たちの生涯が、明らごとに紹介され、その分量は、旧約聖書と新約聖書を足したのとほぼ同じである。 最初の章では、キリストの降誕と祭林が当てられており、本書は、新約聖書の続編として読むこともできる。各章の冒頭では、聖人の名前の語義を解釈し、それをその聖人の徳や行いと結びつけることがよく、行われている。元は、レゲンダ・サンクトルムと呼ばれていたが、15世紀頃から、黄金のの微笑をつけて呼ばれるようになった。この、レゲンダは、 伝説の意ではなく、ミサの際に朗読されるべきものの意である。したがって、レイゲン,ンドアウレアを日本語で黄金伝説と訳すのは語訳であるが、前田敬作らによる漢訳などでもこの題名が用いられている。他に黄金聖人伝と呼ばれることもある。ありがとうございます。